おのれの神社は、滋賀県森山市洲本町に鎮座する神社である。縁起式神明町大御国安郡に、お身の神社に座と乗せる、式内車。およそ500メートルを隔てて、同名の神社が二社損し、埋め立てられたがかつては、安川から分かれて、琵琶湖に注ぐ安川南流が流れており、共にその左岸堤防上に位置していたため、 河川に対する信仰に発するものと思われる。また、共に式内社の伝承を有すが、いずれかをそれと決することは、地理的、資料的にも、不可能で、むしろ二者をもって構成されたのが式内。己見の神社であり、かつては祭祀においても密接なつながりを持つものであった、可能性が指摘されている。洲本町は座開発に鎮座。鎮座地から、 開発の己南寺の神社と称されるが、埋め立て前の安川南流に、列系図橋という橋が架かっていて、その近くに位置していたことから、列系図の己南寺の神社とも呼ばれていた。いざなぎの命と、いざなみ命を主催神に、雨の子屋根の命と伊ツシに命を廃止する。古くは、廃止二柱を、雨の子屋根の命は、若市王子、伊ツシに命は、 若い一言言と称して主催神としていたが、明治14年9月22日付で、現在のように変更された。社殿に、天朝6年に、イカーツ武氏が創建したとする。厚部は、大部厚武氏とも称し、イカスクネユタカーツを祖とする、イカ氏の抜損であるといい、イカ氏は、中富野氏の同族なので、中富野氏の祖神である。 雨の子屋根の命といかつ死に命を放災したものという。しばしば、安川の反乱に見舞われたため、己南寺の神社の縁遊書という一冊を残して、神宝や古記録を流出している。また若い地王寺という神宮寺もあり、その後を継ぐのが、近在の蓮光寺であるが、大見落ちし略には、神社付近に、 伝行大師作という仏像を安置する、薬師堂があったと記すので、それが本事仏を祀っていたものと推測される。後に、仁儀官僚の吉田家より小一くらいの草原戦時を、受け、現に、小一くらい若い大代権源と記された心境を、伝えている。旧社格は孫社。洲本長寺中の前に鎮座。鎮座地から、中の前の己汝の神社や、 大局の己南寺の神社と呼ばれるは、中の前に隣接するかつての大技名。大名討の命、天心彦根命、須佐能の命を祀る。大宝三年に、中富のため恵みにより、創始されたと伝わる。永六年間の平乱により社殿等を失ったが、完成三年には旧に服した。近在の玉林寺が、かつての神宮寺であった。旧社格は孫社。 ありがとうございます。